政界丸山忠夫でございます。議長から質問のお許しをいただきましたので、私は5点について質問させていただきます。まず1点目は勝山市版地方創生についてであります。日本政府は昨年45年後の2060年に1億人程度の人口を維持しながら経済成長力を確保するというビジョンのもとに、その達成に向けた平成31年度までの5カ年の戦略、町人仕事創生総合戦略を閣議決定し、平成27年度中に都道府県市町村単位の人口ビジョン及び総合戦略の策定を求めています。これを受けて市長は前回の6月議会で、新たな地方創生として勝山市に必要なものを加え、幅と厚みを持たせて、さらなる独自性を発揮して、今後5カ年の計画にしたいと考えています。そのスタートとして、去る5月18日に、産官学に加え、金融、労働、報道機関の各分野から意見をいただく場として、勝山市町人仕事創生総合戦略会議を立ち上げ、第1回目の会議を開催されました。この会議の冒頭で、13人の委員に地方創生に対する考えを述べ、意見交換を行い、さらに今後、この戦略会議で出される意見を十分咀嚼し、反映させることに加え、次世代を担う子どもたちや若者、仕事や子育て中の女性など、市民の幅広い声を聞き、議会の意見等を伺って、5カ年を目標とする地方版総合戦略の策定に当たりたいと考えていると、方向性を示されました。こうした中、2016年度予算編成に向けた主な省庁の概算要求が8月28日、ほぼ出揃い、翌29日付の各日刊紙には、一般会計の要求総額は102兆円超と、過去最高を更新する見通しと報じていまして、地方創生関連では、人口減少対策に取り組む自治体に、総額1080億円を配分する新型交付金の一部や、地方創生を担う人材育成事業に30億円、文部科学省は、地域の大学が地元企業と協力して新産業を生み出す取り組みへの支援として23億円、このほか放送事業者と自治体とが連携して、地方の魅力を海外に発信する番組制作を行う事業に17億円、地域密着型の企業育成に23億円、中山間地の小さな拠点形成に3億円、日常的な診察や健康管理を行うかかりつけ医を充実させるモデル事業や、外国人観光客を地方に呼び込むための受け入れ体制整備などを挙げています。一方、全国知事会の地方創生対策本部は、新型交付金の使い道について、事業の分野や対象となる経費に制約を設けず、自由度を高める必要があると指摘し、少なくとも今後5年間を見据えて、事業展開ができるよう、継続的な仕組みとするよう求めています。こうした状況のもと、福井県は、地方創生戦略の策定を担う有識者による福井創生人口減少対策推進会議の3回目の会合を9月4日に開き、目標値や具体策を盛り込んだ戦略案が示され、大筋で合意したとの報道がありました。それによりますと、次の通りであります。1、幸福な暮らしの維持発展、目標は幸福度全国トップを維持。2、結婚・出産の希望に応え、自然減に歯止め、目標は合計特殊出生率全国トップクラスを維持。3点目は、UI ターンを強力に推進、
目標は昨年度361人から550人に、4点目はローカル産業、グローバル観光革命、目標は県民1人当たり12年は280万円を、これを340万円に、5点目は持続可能で元気な町の形成、目標は17市町でにぎわい拠点整備を計画と、以上5本柱からなる基本戦略と2019年度の数値目標を盛り込んでいます。福井県は幸福を人口減解決の原動力と位置づけ、行政と県民が協力して人口減少に歯止めをかけつつ、人口が減っても地域の活力を維持することに主眼を置いています。やはりもう人口が減っていくのは確実であるため、減るのを見越してのこれ以上減らさないための政策であり、減ることを見越しての措置であります。国の方針や県の対応が一応出ましたので、これに対する勝山市の地方創生に向けた勝山市版総合戦略の策定状況について質問しようとしていたのですが、今議会の召集挨拶で、将来の人口ビジョンと施策の方向性について、転出の抑制と U ターンの増加に向けた若い世代の雇用創出や就労支援、出生率の維持・増加に向けた子育て、教育支援といった生活環境基盤の整備を引き続き、人口減対策の基本方針数とともに、人口減少による地域内消費の減少を増加に転ずるための交流人口の拡大、高齢者の生きがいと医療費の削減を目指した健康寿命の延伸などを進めたい、勝山市の特質をアピールしたメリハリある重点戦略として促進するとして、1点目、ジオパークの豊かな自然と暮らしの中に人や企業の流れを作り、定住化を促進する。2点目、勝山の地域資源を生かして、多様な仕事と需要を生み出す。3点目、縁結びから子育て、教育まで、充実した環境の中で次の世代を育てる。4点目、いつまでも住み続けたい、安全安心で豊かな地域コミュニティの中にワクワクする、ときめく町を作るとしておられます。そして観光面で力を入れていくとして、道の駅や花月楼や恐竜渓谷福井勝山ジオパークの核となる長尾山総合公園再整備事業のさらなる推進を表明されています。また、全員協議会では、三谷企画財政部長と大塚課長から、勝山市町人仕事創生総合戦略骨子案の提示もあり、第1章人口ビジョン、第2章総合戦略に、勝山市の特色を生かした重点戦略の4点を、1点目、重点戦略1として、新しい人の流れ、2点目に基本戦略、その中には、新しい人の流れ、雇用の創出、人づくり、まちづくり等と書かれています。勝山市の人口は、昭和25年の38,962人をピークに、現在まで減少を続けていまして、現に特に人口の社会減、転出が転入を上回るは常に続いていまして、平成5年以降は自然減、死亡数が出生数を上回るも始まり、勝山市全体の人口減少をさらに加速させています。そこで将来を見越したとき、人口減少対策の方向性としては、勝山市の現在の人口を維持するのは難しいと考えて、今後の人口減少幅を緩やかなものにしていくことを目指すとしていますが、市のその人口減少時期はいつになるのか、いつかはとどまってくれでしょうが、少しでも早い時期にとどめたいものであります。私は、今の子どもたちは、先生方の教育で、かつまた市長が唱える将来ビジョンによって、勝山市が好きだと答える子どもたちの方が多いと思っていますが、いかんせん親御さんたちが、
ここ勝山市よりも福井市、福井市よりも県外へ出ていくことを子どもたちに勧めています。だとしたら、人口減少対策は子どもたちよりも PTA、つまり親御さんたちに対する教育の方が大事になってきます。特に冬が嫌だ、雪が嫌だと言っていますが、考え方を改めてもらいたいと思います。これは実際にあった話として、私は聞いていますが、日本の外務省のいわゆる外交官が、北欧のとある国との外交交渉中に、交渉が難航して滞っていたときに、雪が降る外の景色を見て、日本でも今頃は雪だろうなとつぶやいたときに、相手国の外交官が、あなたの国でも雪が降るのですかと言って、それならばあなたの話は信用できるとして、交渉ごとは一気に進展したそうです。北欧では雪の降る国の人の言動は信用できるが、雪の降らない南国の人の言動は信用できないという言い伝えがあるそうです。日本は南国と思われていたようです。この話が日本人同士で通用するかどうかは分かりませんが、私が学生時代に1年間、静岡県の三島市で大学の教養学部で過ごしたときに、市内には全く雪が降らず、遠くの箱根の山がうっすらと白くなるだけで、常に東京よりも2度程度暖かいですから、季節感のない地域で過ごしましたが、雪が降らなくて幸せと思ったことはなく、むしろこういう温暖な地域で生活すると、人間ダメになるのではないかと感じました。人は厳しい環境において初めて自分に対して厳しくなれるのであって、暖かい何の不自由もない場所に、何の不自由もない場所は逆に人間を過保護にしてしまうのではないのかと思ったものです。まあ、いずれにしましても、これからいろいろと議論していかねばならないことですから、今回はやはり国や県から予算を取るための政策案の概要であり、いわば細分化していくためのたたき台だと思っています。先日の全員協議会でも議員方々からいろんな意見が出ていましたが、これからだと思いますので、勝山市、町、人、仕事、創生総合戦略会議のメンバーや議会ともよく話し合いながら進めていっていただきたいと思います。招集挨拶で表明されましたが、改めて市長の見解を伺います。2点目は道の駅の設立についてであります。勝山市における道の駅の実現については、やはり前回の6月議会において、市長が設置に向けて多面的に考慮して、つまり北陸新幹線や中部縦貫自動車道などの高速交通網の進捗状況が年度ごとに進展しているという現実を踏まえて、今年を起点にした5年先、10年先の近未来における勝山市の姿を浮かび上がらせ、すなわち中京圏、首都圏からの時間距離の飛躍的な短縮の結果、人の交流と物の流れが広域化して活発になり、勝山市の観光と産業に新局面が開けてくる。観光面では恐竜博物館、スキージャム勝山に増加しており、車で来訪する観光客が一番期待し利用する道の駅の計画が現在具体化されていないことは誠に残念であり、2年後に迫った中部縦貫自動車道が福井北ジャンクションインターチェンジから勝山インターまで完全につながり、アクセス線が新しい橋を渡って市内まで入ってくるタイミングをチャンスに捉えて整備計画を策定すべきではないかと述べておられます。さらに勝山市へのアクセスは、中部縦貫自動車道が油坂に接続するまでは福井北ジャンクションインターチェンジに接続するアクセスがメインであり、このことは近隣の道の駅よりも優位性があり、勝山市の道の駅は少なくても3年から4年後には開業するべきではないかと思っていますと続けておられますが、これについては私も全く同じ意見であります。もちろん反対する方もおられますが、ここはそれ対極的な見方をしていただいて、年間を通して観光客が訪れ、
利用可能な道の駅が勝山市の特典であると思います。つまり普通の道の駅ならば冬がネックになるのですが、勝山にはスキージャム勝山や刈ヶ原スキー場がありますから、冬場でもスキー客を道の駅へ誘導できると信じて疑いません。オールシーズン有効活用できる勝山の道の駅は大変魅力的であります。道の駅整備によって目指すべき第一は、生産、加工、販売を地元の生産者が行う農林漁業の6時間ですでにエゴマやニンニク、サバの慣れ寿司、木炭などで手掛けられていますが、常に観光客と触れ合いながら販売するマーケットが現状では極めて限られています。勝山には母なる大河の九頭竜川が流れていますし、滝波川や皿川、浄土寺川、岩屋川などの支流もあって、アユやアマゴ、ヤマメ、イワナといった渓流魚などを勝山市にやってくる観光客に食べていただけます。さらには昼食を提供できる施設が少ない点や、お土産物の提供などサービスできる方法はその他にもいくつかあります。今年のお盆休みには恐竜博物館を訪れた観光客や帰省客が越前大仏の近くのお菓子屋さんに殺到したことが大きな話題となっています。この有名なお菓子屋さんだけでなく、本町筋や後ろ町筋、あるいは元町界隈にも点在しますので、こうしたお菓子屋さんにも道の駅の開設は朗報ではないかと思うのであります。箱物はもうたくさんとするご意見にも耳を傾けながらも、リスクを恐れずに民間企業や市民参加型の会社を作る方法などいろいろと考えて、ぜひとも実現するよう働いていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。ジオパークで包括される勝山市の多彩な魅力は、おもてなしの心を持った地元の人たちと観光客が触れ合い語り合う道の駅によってより伝えることができるでしょうし、また中心市街地への誘客施設も忌み折勝山に加えて、新たに花月楼に民間資本を導入して改修運営スキームで再整備して、いわゆる観光まちづくり会社を創設して、夢を折れ勝山とともに、街中誘客の2つ目の目玉として整備し、中心市街地の魅力を高めていくとも述べておられるので、大変期待しているところであります。なんといっても、恐竜博物館の70万人、スキージャム勝山と刈ヶ原で30万人の集客が確実であり、合計すると年間100万人以上の入り込み客を勝山市の道の駅は確実にターゲットにできます。このように年間を通してコンスタントな客足をキャッチできる道の駅は近隣では見当たりませんので、好条件に加えてさらに他にはない勝山市の特質と魅力を発揮できる道の駅をぜひとも実現できますよう、現在4つの候補地がありますけれども、その中から一つに的を絞って、道の駅でも、恐竜の駅でも、かつまた、アユの駅でも結構ですので、実現に向けて邁進していただきたいと思っています。6月議会、9月議会と立て続けに道の駅設置を表明されておられますので、この際、どの地域に的を絞られているか、どういった形で運営していくかといった少し具体的な形で表明されてはいかがでしょうか。市長の見解をお伺いいたします。3点目は地場産業振興策についてであります。地場産業の繊維産業をはじめ、既存産業の振興を図るとともに、東京に本社機能を持つ企業の地方分社化、企業の誘致については、これまでにも幾度となくお願いをしてきたところでありますが、この分野にも地方創生が絡みますので、そういった点を踏まえ、担当課による進捗状況、並びに現在、勝山市に工場および事務所を構える会社が社屋を増設したとか、あるいは事業員を増やしたとしたときには、どのような助成制度があるのか、税制面での優遇措置があるとか、ほかにもこういう優位な条件がありますよといったことについて、お答えいただきたいと思っています。地場産業が良くなって初めて、
新規の企業誘致が実現可能となるのではないかと考えていますので、よろしく対応を願いたいと思います。担当課の見解をお伺いいたします。4点目は、医療費補助についてであります。全国の地方自治体が子どもの医療費補助の対象を広げているという記事が、8月20日付の日本経済新聞に掲載されていました。中学生まで助成する市区町村が、2014年に930箇所と、前年から99箇所増えて初めて全体の5割を超え、高校生までとする自治体も全体の1割を超えているようです。子育て世帯を呼び込みたい自治体が補助を競っているとしていますが、一方で自己負担が少なくなると、不必要な受診が増えて、医療費が膨らむと懸念する声もあります。子どもの医療費はもともと、就学前なら2割、小学生からは3割を自己負担するのが原則のようです。いろいろと自治体の対応にも事情があるようですが、そもそも子どもの医療費は、就学前なら2割、小学生からは3割を自己負担するのが原則と聞いていますので、ただ、厚生労働省が平成25年4月1日現在の時点で、全国1742市区町村の外来医療費を調べたところ、すべての自治体が子どもの医療費補助を出しているようです。そのため、実際の自己負担はこれよりも安く済むことになります。全体の5割超にあたる984箇所では、都道府県と市、町、村のそれぞれが一定の年齢まで手厚く補助して自己負担をゼロにしています。以前は多くの自治体で就学前までの補助にとどめていましたが、2008年度までに東京23区が中学までを無料にし、さいたま市も中学までを無料にするなど、これが近隣の自治体にも飛び火したようです。地方にも首長選の公約などを通じて急速に広がり、14年には高校生まで助成する自治体も203箇所と、前年から47箇所に増えています。高校卒業まで補助する例もあり、北海道の南富良野町では2011年に対象を22歳までの学生に広げ、親が町内に住んでいれば、子どもの医療費を無料にするとしています。茨城県古川市も今年6月、20歳までの学生に補助対象を広げていますが、少子化対策や人口減少対策としての効果は不透明のようです。北海道の南富良野町に大学はなく、大学進学者はほとんどが東京都などに移りますので、担当者も目に見える成果は出ていないと漏らしているようです。所得の低い世帯や難病の子どもを抱える家庭にとって、医療費の助成は大きな支えになります。反面、自治体側には軽い症状で安易な受診が増えるとの懸念もあります。厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険で見ると、子ども医療費の助成により、2012年度の医療費が公費負担ペースで83億円膨らんだと試算しています。自治体によっては、見直しの動きも出ているようです。さいたま市は今年から入院した子どもの食費の自己負担を引き上げました。2012年度の助成額が51億円と、5年間で2倍超に増えているためだそうですが、しかしこうした対応も住民の反対にあって見直しが進まない例も出てきています。東京都世田谷区は2011年に行政改革の一環で中学生までの自己負担の導入を検討しましたが、住民からの批判が強く、撤回を迫られ、余儀なくされたということのようです。子どもの医療費について、自己負担の一部または全部を地方自治体が補助する仕組みは、経済的な理由で病院に行けない子どもが亡くなるなどの利点がある反面、自治体の財政負担は重くなりますので、
一概にどちらが正しいとの判断はつきにくいようです。勝山市の現状はどのようになっているのか、また今後どういった対応をしていくのか、担当の見解を伺います。5点目は、白山ユネスコエコパークの今後の展望についてであります。去る8月24日、ユネスコエコパークの拡張登録に関わる推薦決定についてと題する報道発表がありました。すでに登録されている白山を取り巻く4県6市1村で構成する白山ユネスコエコパークの拡張登録について、ユネスコ国内委員会から世界ユネスコに推薦されることになったということのようですが、これを受けて今後、担当としてはどのように対応していくのか、見解を伺います。特に勝山市にとっては、どの地域が対象になっているのか、もう少し市民が理解しやすいように広報活動することを願っています。1回目の質問を終わります。山岸市長。議員からは、さまざまな質問をいただきました。まあ、冒頭、雪について大変いい話をお伺いいたしまして、私も共感を持って聞いておりました。全く思いは同じであります。それでは、私の方から、勝山市版地方創生についてと、道の駅に、の設立についての2点についてお答えをいたします。まず勝山市版地方創生につきましては、町人仕事創生法では、市町村町人仕事創生総合戦略について、都道府県の総合戦略を勘案して定めるように努めなければならないとしております。県の総合戦略は現時点において策定されてはおりませんが、基本的には国の戦略と同じ、1番目に地方における雇用の創出、2番目に UI ターンの促進、3番目に出生数の増加、4番目に暮らし、まちづくりというその4つの基本目標に、幸福度日本一という横断的な観点を加えた5本の柱となっておりまして、勝山市において検討している総合戦略との矛盾はありません。勝山市においては、これらの4つの基本目標に応じて、勝山の地域特性に応じた4つの重点戦略を設定をいたしまして、現在、それぞれの戦略における具体的な施策を検討いたしております。まず、UI ターンを進めるための戦略、ジオパークの豊かな自然と暮らしの中に、人や企業の流れを作り、定住化を促進する、では、勝山市の豊かな自然を PR して、ジオツーリズムや、田舎暮らし体験を進め、交流人口を増加させることで、観光客、宿泊客の増加につなげることを目指します。また、UI ターンを促進するため、県外へ進学した学生への市内企業情報の積極的な発信など、支援策も想定をいたしております。次に、雇用の創出に向けた戦略、勝山の地域資源を生かして、多様な仕事と需要を生み出す。では、年間170万人以上の勝山市を訪れている観光客を対象に、道の駅や街中誘客の仕組みを整えることによって、観光の産業化を図り、新たな雇用の創出と確保を目指すことを想定をいたしております。出生数の増加に向けた戦略、縁結びから子育て、教育まで充実した環境の中で次の世代を育てる、では、婚活事業の強化及び PR に力を入れるとともに、県内でもトップクラスの子育て施策や、市内全小中学校のユネスコスクール認定、ESD 教育、英語強化教育等をベースとして、美しい自然の中で豊かな人間性を育てる勝山市の特色ある教育を、これまで以上に積極的に PR をいたしまして、教育面からも若い世代に選ばれる勝山市を目指すことを想定をいたしております。また、子どもたちは環境教育等を通じて、勝山の魅力に気づき始めておりますけれども、
残念ながら親から上の世代は勝山の魅力に気づいておらず、積極的に子どもたちを勝山市に残そうという考えが希薄であることから、こうした世代が勝山市を評価し直し、その魅力を誇りを持って PR することが重要だと考えております。暮らしを守り、まちづくりを進める戦略の、いつまでも住み続けたい、安全安心で豊かな地域コミュニティの中に、ワクワクするときめくまちをつくる、では、若者が積極的にまちづくりに参加できる仕組みづくりや、創業の支援、総合防災体制の構築等による誰もが安全安心に暮らせるまちづくりなどを想定いたしております。なお、戦略という性質上、個々の事業を列記するのではなく、施策の方向をお示しすることになりますので、予算を積み上げるという段階には今は至っておりません。2番目に道の駅の設置についてお答えいたします。道の駅につきましても、エールをいただきましてありがとうございます。召集挨拶でも述べましたとおり、6月定例会以降、勝山市における道の駅建設整備にかかる業務を迅速かつ効率的に進めるために、町内関係部課長等をメンバーとして、勝山市道の駅建設推進チームを設置をいたしました。その推進チームにおいて、道の駅建設に向けて、県や近隣自治体からの聞き取り調査などを行い、平成25年12月に恐竜の駅調査研究会報告書でお示しをした4つの候補地について、客観的要件をもとに比較検討を進めているところであります。道の駅の適地としては、多くの立ち寄り需要が見込める幹線道路の沿線であること、地域の振興に有効な場所であることなどが挙げられ、加えて土地の規制、経費等についての検討をそれぞれの箇所で行っております。なお、その検討した結果につきまして、今議会の中でご説明を申し上げ、道の駅整備に向けて議論を深め、道の駅の設置箇所を本議会中に絞り込みたいと考えております。なお、この道の駅の計画については、私の4期目のマニフェストの中に記載をされておりまして、これを計画するという形では、このマニフェストにの完遂に向けてですね、頑張りたいというふうに思っております。水上商工観光部長。次に地場産業振興策についてお答えいたします。現在勝山市による産業振興策としては、企業誘致による工場等の新設をはじめ、地元企業が工場等の増設や移設を行う場合の助成制度として、土地の取得、造成費、工場等の建設費、および機械設備費に対して、20% 以内を助成する企業振興助成金があります。対象となる事業費は、新設の場合5000万円以上、増設・移設の場合は3000万円以上であり、1回あたりの助成限度額は、新設の場合4億円、増設・移設の場合は3億円となっております。また、企業振興助成金に合わせて、新設や増設・移設を行う際に雇用する勝山市在住新規雇用者を対象に、雇用促進助成金を事業者に交付しております。当該助成金は、本年4月に産業振興懇話会や企業訪問、さらには市議会のご意見をいただく中で見直しを行い、従来の製造業に加え、サービス業などへの対象業種の拡大をするとともに、雇用人数など助成要件の緩和を行うことで、小規模企業にもご利用いただけるよう配慮したところでございます。次に、税制面での優遇制度としては、繊維工業などの対象業種が、企業立地促進法に基づく企業立地計画の承認を受けて、
工場等を新設・増設した場合、企業立地の促進等にかかる市税の特例に関する条例に基づき、工場等に対して課する固定資産税の3年間の課税免除がございます。次に、一つ飛びまして、ユネスコエコパークの今後の展望についてお答えいたします。現在、国内には1980年に登録された白山ユネスコエコパークを含む4地域と、2012年に登録された綾ユネスコエコパーク、2014年に登録されました只見ユネスコエコパーク、および南アルプスユネスコエコパークの7地域がございます。ユネスコエコパークは、国連の教育科学文化機関が実施している国際的プログラムの一つです。自然と人の調和と共生を実現している地域を世界のモデル地域として認定するものです。具体的には3つの機能があります。1つ目は保存機能で貴重な動植物や生態系を守ること。2つ目は学術的研究支援により、持続可能な発展のための調査や研究、教育、研修の場を提供すること。3つ目は経済と社会の発展に向け、自然環境の保全と調和した持続可能な発展のための取り組みを行うことです。また、ユネスコエコパークは革新地域、緩衝地域、移行地域として3つにゾーニングもされております。白山ユネスコエコパークが登録されました1980年当時には、移行地域の設定が義務付けられてはおりませんでしたが、その後、移行地域の設定がユネスコエコパークの登録条件として義務付けられたため、すべてのユネスコエコパークに対して、本年末までに移行地域のエリアを設定し、拡張登録申請をすることが求められておりました。これを受けまして、白山を取り巻く4県7市村および環白山保護利用管理協会で構成します白山ユネスコエコパーク推進協議会が、2014年1月に設立され、8月にユネスコ国内委員会を通じて、拡張登録申請を実施いたしたところです。その結果、8月24日にユネスコ国内委員会から、登録認定に係る推薦決定をいただいたところです。今後、白山ユネスコエコパーク協議会は、ユネスコでの登録認定に向けて、管理運営計画を策定し、生態系の保存と持続可能な利活用、地域振興に向け取り組んでいくことになります。次に対象地域を大まかに申し上げますと、特に白山との関わりの深い平泉寺町、室戸町および野向町の一部、並びに北谷町の全域が白山ユネスコエコパークのエリアに含まれており、その地域に存在する自然や動植物、人々の営みが対象となっております。しかしながら、なかなか言葉で言っても、このあたり分かりにくいところがありますので、また機会を見つけ、しっかりとご説明を申し上げたいと思います。今後、市民の皆様にユネスコエコパークについて知っていただくため、本年5月に白山ユネスコエコパーク推進協議会が開催した、白山ユネスコエコパークリレーシンポジウムのような講演会、シンポジウム、こういったものを積極的に実施するとともに、広報勝山等を通じまして PR をしてまいりたいと考えております。竹内健康福祉部長。最後に医療費補助についてのお答えをいたします。子ども医療費の助成制度については、平成22年10月より、対象を就学前児童から中学校3年生までに拡大し、自己負担については、就学前児童は無料、小学生は外来の場合、1医療機関1ヶ月あたり500円、入院の場合、1医療機関1ヶ月あたり4000円を限度に、1日あたり500円としております。
中学生については当初1医療機関1ヶ月あたり1万円であった自己負担を平成24年4月より小学生と同様とし、制度の拡充を図ってまいりました。子ども医療費についてはこれまでも助成の拡充を図ることを県への重要要望事項として提出しておりますが、その内容は県の子ども医療費助成の対象を現在の小学3年生から中学校修了までに拡充することと、県下統一での医療費の窓口無料化の2点です。県からは助成の対象については、就学前児童までを対象にする都道府県が多い中、県は小学校3年生までを対象と手厚くしていることから、難しいが、県下統一での窓口無料化については、先進県の例などを参考に導入に向けて研究していくとの回答でした。現在、県内すべての市町で、子ども医療費の助成対象を中学校修了までとしていることから、今後、県において助成対象の拡大や窓口無料化といったさらなる助成の拡充があれば、子育て支援日本一を掲げる勝山市としても、さらなる制度拡充を検討してまいりたいと考えております。7番。はい、どうもありがとうございました。市長のお答えになったその地方創生、これは今からだと思いますので、またいろいろと議会等でも揉んでですね、市民の方たちも巻き添えにして、そして一緒になって、地方創生、これ、有利に展開していくことを期待しております。道の駅につきましては、私の近所に、本当においしいお菓子屋さんがこうあるわけですけれども、そこにも多くの方が来られるんです、実際に。ところがその近所の、有力者の方の言によれば、やはりこれをもっとね、たくさんの方に食べていただきたいと、そういう思いで、やっぱしこの道の駅っていうものを今、市長が掲げておるのだから、それを一時も早く作ってもらいたいねと、このようにこうおっしゃっていただく、その言葉を受けての私のこの質問であります。たくさんの方が観光客が来られている、これはもう現実の問題ですけれども、それをこう指くわえて眺めていたんでは、本当にもったいないなとこう感じます。その今のうちの店の、その近くに住む方ですけれども、本当、勝山にはこの現在入ってくるような、収入が入ってくるような手立てがあまりないから、やはりこの道の駅を早く作って、そこからの収益、これが勝山に潤う一番いい例じゃないかと、このようにもおっしゃっていますので、一つそういった観点からこの議会において、明示するということをいただきましたので、非常に期待しているところ大です。地場産業につきましては、また、担当課の方にお伺いして、またいろいろとお尋ねしたいと思います。でユネスコエコパークですけれども、なぜ私、この質問を取り上げたかといいますと、やはり市民の方に非常に馴染みが薄い、でこれだけ勝山市がこの環境に恵まれているということを、なかなかよく理解してないんですよね。外に出ていくと、誰しもが、勝山ええとかやなとこう分かるわけですけれども、なかなかそのここをあまり出ていかれない方については、よく分かっていただけない、特にお年寄りの方はあまりよく分かっておられない、でこのせっかくこのユネスコエコパークが、日本ユネスコ委員会の方から世界ユネスコに推薦するという、そういうこういった機会を捉えられてですね、よりもっと積極的にアピールする、いい機会じゃないかなと思いますので、一つそういったところに市民の方がよく分かるような、そういうものを作っていただきたいと思います。大体この白山を中心としての問題ですから、白山に近いところ、平泉寺の向けの一部とか、
北谷とかそういったところになるということは徐々分かりますけれども、まあ、そういったところの位置関係、非常に難しいかも分かりませんけれども、非常にこの自然に恵まれた勝山市、再認識する意味におきましても、こういったものを利用していただきたいなと思うわけです。最後にその医療費のことですけれども、これ今現在この、一応窓口で払って、そして後ほどまた還元してくるという方法ですよね。これは今、部長もおっしゃったように、窓口無料化が県がね、そういうふうに進めているところですので、これも勝山市におきましても、そういった方向性でもっていくことを願っております。またいろいろと細かい点につきましては、また担当の方にお伺いして、お尋ねしたいと思います。で、以上で私の質問を終わります。